それではクロノトリガー続きやっていきましょう。さて今回はプロメテドームの中に入っていこうと思います。あ、敵か。通過ダンジョンやっていかないとダメ系ね。オッケーオッケー。これ絶対防衛なるよね。あ、ね、あんまり MP も使ってないね。大丈夫なはずなんだけど。おおほほほ、いてててて。あんまりちょっと MP 使わないでいくか。ボス戦になる可能性があるからね。よしよし、ナイスナイス。おお、なになになに4体。これはよいしょ、ちょっと待ってね。火炎車輪で一網打尽行こう。よし、いけるか。お、あーでも知らないか。あ、でもだいぶ削ったね。ナイスナイス。よしよし、であと1匹。これしびれそうだな。痛そう。よいしょ。お、ルッカちゃんレベル上がって。RPG でさ、なんかさ、敵に攻撃受けるの。あ、エナボックス休みますか。はい。あ、HP、MP 回復、やった。空腹は満たされなかった。うん。空腹って要素ないから大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫。RPG でさ、普通になんか敵からなんか火炎放射受けたりとかさ、電気ビリビリされたりとかするじゃん。ねえ。あれって、実際に人間受けたら死ぬのに生きてるからすごいよね。RPG に出てくる人たちって。あ、でこう行くのか。あ、こんにちは。こいつボスか。あ、ボスらしくないけど。なにこれ。あ、アニメーションだ。わあ、ネズミたちが。わあ、まるちゃん、なんだ、分解するのかな。壊れてるみたいね。けどすごい完全な人型ロボット。どんな問題、僕ドラえもんじゃないです。直せるかもしれないわ。え、直すって他のロボットたちみたいに襲ってきちゃうわよ。そうしないように直すの。ロボットたちは自分の意思で襲ってくるんじゃないのよ。人間がそういう風に作ったの、ロボットたちの心をね。ルッカにはロボットたちの気持ちがわかるんだね。じゃあ取り掛かるわ。もうコメントにさ、ルッカちゃんがなんかあられちゃんみたいって言ってたんですけど、あられちゃんみたいにアホっぽくはなくないって思ったんだけど、これでよしっと動かすわよ。まあでも可愛いですよね。可愛い。あ、なんかめっちゃあれ。ちょっとダンシングしてんだけど。おはよう。おはようございます。ご主人様、ご命令を。私はご主人様じゃなくてマール。それにムーンに、あなたを直したルッカよ。了解しました。私を直してくださったのはルッカ様ですね。ルッカでいいのよ。そんな失礼なことはできません。あら、様付けで呼ぶ方が失礼なことだってあるのよね、マール。ふふ。了解しました、ルッカ。よーし、であなたの名前は。名前、開発コードのことですね。 R66Y です。 R66Y か、イカスじゃない。ダメよ、そんな可愛くないのね。もうもっといい名前つけてあげよう。何がいいかしら。これ名前つけられるの。あ、でもロボって名前、いやでロボって名前可愛いと思うんだよな。こいつ名前、仲間になるの。いやもう全然ウェルカムなんだけど。ロボ、おー、カエルもロボも仲間になるの。ロボ、ロボか、悪くないね。いい、あなたの名前はロボよ。ロボですね。メモリーインプット完了。ねえロボ、ちょっと聞きたいんだけど。これはどうしたのでしょう。このプロメテドームには多くの人間、私の仲間がいたはずですが。言いにくいんだけど、ロボ、あなたが倒れている間にここの人たちは多分。そうですか。
ではあなた方はなぜここに。私たちは王国歴1000年からゲートという時空の歪みを通ってここに来ちゃったの。ここにもゲートがあるってアリスドームで調べてきたの。そしたらあなたが倒れてたってわけよ。けどドアが動かなくてここから先に行けないの。あ、さすがロボ。ロボもついてくんのかな。ここの電源は完全に死んでしまっているようですね。北にある工場に行けばここに連動する非常電源があります。私なら工場のセキュリティを解除できます。あー、それであそこの工場か。進めなかったもんな。本当？修理してくださったのです。今度は私がお役に立ちましょう。しかしいつまで非常電源が持つか分かりません。どなたかここに残って電源が入ったらすぐにドアを開けないと。じゃあ私かマールが残るわ。どっちが残ろうか。回復役いないと困るもんな。まあでも、まあ、ポーションあると言っちゃあるけど、じゃあルッカに残ってもらうか。やっぱマールちゃんは欲しいな。オッケー、わかったわ。こっちは任せておいて。よし。おー、ロボがついてきてる。これ仲間になってほしいね。よろしくね。天才的頭脳が必要みたいね。そう。え、ロボがね、どういう感じでバトル参加するかにもよるけど、とりあえずマールちゃん連れてってみましょう。うん、ここの工場跡ですね。あ、ちょっと待って、セーブしよう。セーブ。よいしょ。ロボ離脱とかやだよ、ほんと。ついてきてほしいな。ここなんだよ、ロボ。お、さすが。あ、カタカタしてる。おぉ、セキュリティシステム00アンロック。あー、で、やっぱりこいつ来んのね。じゃあちょっとロボの力を見てみ、あ、なんか強くね、ロボ。 235?HP やば。よいしょ。おー、あ、強い。ロボもめちゃめちゃ、あ、二人技オーラビームを覚えた。なんかあれだね、めちゃめちゃアタッカーって感じやね。ここは？ここから下に降りれるの。あー、ちょっと待ってよ。これ一回戻った方がいいかもしれないな。こう戻ってブイーン。あ、やばい。ちょ、敵湧いてきてビビったんだけど。セーブポイントなのね。よいしょ。よし。ここが開くな。ちょっと待ってよ。シェルター、イエイ。ちょ。これは特に何もないね。あー、バトルやりたくなかったけど、バトルになっちゃった。オーラビームってなんだろう。いてオーラビーム。あー、ロボとマルちゃんの連携なのね。オッケー。なんかオーラビーム使ってみたいな。ちょ。連携、オーラビーム。オーラビーム使うとどうなるんだ。あ、HP 回復なんだ、これも。あ、いいね。やばい。あんまりなんか説明見ないで戦っちゃったよ。すいません。よし。あ、いた。これは？ナイス。ふう。ちなみに、ロボのレベルはいかほどなんでしょうか？あ、レベル10。あ、でもレベル10でこんな捨て高いの？すごいね。あ、ハッチオープン。あ、で、ここで下に下がれると。なんか道内に来ちゃってるけどいいんでしょうか。あ、でもね、探索し忘れたところはやりましょうか。とりあえず先に進もうかな。オッケー。よし。お、回転レーザー。
これなんかめちゃボス戦になりそうな予感がするんですけど、もうさっさと倒そう。ナイス。よし。やった、ウィーイ。これはハンマーアーム。これ誰だろう。あ、ロボかな。あ、アーム、うん、上がる上がる上がる。あ、もともとなんかこういい、いい系のかなりいい装備品を身につけてますね、ロボ。さすが。よし、頼むよ。パワーシステムオール、パワーダウン、防護ビームの出力をすべてオフしました。あー、めっちゃ出てくる。よし、連携みたい、連携。あ、高速回転、行くぜ。あ、めっちゃ強いかもこれ。どう。あー、でもあ、ちょっと待って。え、ない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 。あ、やば、なんこいつ。ダメだ、とりあえず一匹ずつ倒していこうか。アルカリ、これ緑のやつから倒した方が良さげかな。よいしょ。あ、そっか、ルッカがいないから残りの HP が分かんないや、敵の。あ、しょうがないしょうがない。よしよしよし。ナイス。ふう。これちょっと今ね、めっちゃ寝起きだからね、あんまりテンションが上がんないっていうね、申し訳ないです。ここに行く。アップダウン、キャンセル、ダウンしてみよう。ダウンすると、ん、うん、タカアボコだ。プラズマガン、あ、これルッカちゃんじゃね。ここもピコピコして、ドアロックシステムザビー作動中、パスコードを入力してください。パスコードなんて、あ、わかんないよね。じゃあこれちょっとパスコードもゲットしないとダメなのか。よいしょ、こっち行ってみよう。あー、でここに出てくるのね。なるほど。じゃあちょっと待ってよ。あ、ごめんごめんごめん。でこう行って、今度アップしてみようか。ここアップ、あ、またセーブポイントある。まだ使わなくていいかな、あれ。コテージじゃなくてシェルターか。不思議の国の工場跡。いや、なんかアリスドームとかね、なんか結構アリス関係の名前が多い気がするな。あ、ここ、ちょっと待って、パソコンが動かないんだけど。あ、そっか、あ、そっか、ここにつながるのか。あー、あ、わかったわかった。ここも来たところですね、一回。じゃあちょっと待ってよ。こことつながるんだったら、ん、あれ、私どうやって来たっけ。アップダウン、キャンセル、
アップ、さらに上に行けるかな。ああ、それでここに戻ってくるのか。ああ、なるほどね。じゃあちょっと待って、これ逆方向行こうか。アップして、やばい、もう15分ぐらいやってる。ちょ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 、あー敵か。あー、はいはい、やりましょうか。よしよしよし、ロボ強っ。178 やばっ。で、こっちだね。ちょっとこっち行ってみよう。あんまり探索してないもんね、ここ。うん。特に何もないかな。下降りてみて。運ばれる。あ、はい、バトルでしょうか。よいしょよいしょよいしょ。これ来たとしてもどうやって戻るんだ、ここ。あ、てか結構強いんだけど、敵さん。やめて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 。よし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 、ふう。あ、でここ抜けてからので、ここに出るのか。なるほど。え、ちょっと待って、あれ、あ、やばい。え、これ、ええ、いいのか、なんか、え、敵がすごい強いんだけど、じゃやめてください。キャルビーム、あ、キャルビーム、おお、回復してくれるんだ。ロケットパンチ、お、強い。おー、いいですな。よいしょ。なんか、マールちゃん結構なんか会心率高い気がするな。ナイス。ふう。お、ロボのレベルが上がって、さらに先に行って、もう一回バトルかな。うわー、えいやいや、5体やばっ。じゃあやめてください。痛い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 。待って、これ連携で高速回転効くかな。よいしょ。オーラをムーンちゃんにかけて、おー、いいね。痛い痛い痛い。やばい、ロボも MP が切りやすいね。あ、いた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 。痛い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 。ちょ、 MP 大事に使わないとな。ナイス。よしよしよし、172強い。あー、もうこれで最後で会ってほしいよ。あー、でもお金がうまいの、お金が。ちょ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 、おー、ちょちょちょ、なんか宝箱とかめっちゃ取りたいんだけど、あそこどうやって取るんだろう、あれ。あと虫やだな、虫は無視したい。うわー、無視できない。痛い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 。あ、でもそこまで大丈夫か。しょ、ロボの回転アタックいくか。回転アタック強いっていうか、寝た寝た。あ、よし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 、よし、いくよ。高速回転いくぜ。おー、
強っ。よし、ナイス。なんかめっちゃ道なりに来ちゃったんだけど、ドラム缶があって、あ、宝箱ある。よいしょよいしょ。あ、やばい、バトルになっちゃった。シェルターと、あともう一個なんだろうな。ふう、ちょっとバトル終わりました。で、あとここが、お、エーテル、オッケー。クレーンを起動します。 MXY ボタンの4つのボタンのうち2つを組み合わせて順番に押しなさい。白く光ってピンポンとなった後に入力してください。え？え？なに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 ？え？え？え？ AY。 え？違うの？え？ちょっとちょ、これなんか、え？え？ A、B、A、X。 なんだろうこれ。これ手当たり次第やるしかないかな。なんか XA でいった。イエーイ。もう手当たり次第やったけど、なんかヒントとかあったんでしょうか。なんか実はなんかこれがフラグですよとか、これが実はヒントになったんですよとかあったら教えていただけると嬉しいかな。XA って押したらいけたわ。おお。ちなみに XB だといかないか。で、XY でもいかないかな。おお、まあ XA でよかったんだろうな。よしよし、あ、よし、危ねえ、逃げるぜ。で、ここのドラム缶がなくなったか、こう先に進めるって感じですね。いや、ここの宝箱めっちゃ取りたいんだけど、どうやって取るんだろう。あ、でも下に行かれへん、行かれへんか。まあ行くか。お、宝箱。お、雷鳴拳、あれ、あれ持ってるよな。雷鳴拳ゲットしたよね。最重要警戒ドアロックコード、ザビー、ザビー翻訳、 XABY、 XABY。 お、これあれか、ヒントみたいなところか。なんだっけ、もう一方の方でなんかコードが必要ですみたいなこと言われたと思うんですけど、あそこのことかな。オッケー、じゃあ今回ここで終わりにしておこうかな。もうなんかなされるがまま来ちゃったよ、マジで。あ、宝箱あった。あ、ミドルポーション、イエイ。あそこの宝箱気になるんだけどな、取りたいよな。あとここもよ、ここ、ここも取りたいってあるけど取れないかな。これもう一回さ、ベルトコンベア乗るのもな、気が引けるっていうか、めんどくさいもんな。めんどくさいけど、まあ、取っとこうかな。よいしょ。まあ、いいか。じゃあ、ちょっと今回はね、ここで終わりにしておこうと思います。じゃあ、次回はね、ここの続きをやっていこうと思うのですが、戻れるか。あー、虫さん。虫さん、やだ。あ、よしよし。あ、ちょ、逃げれない。ちょっと待ってね。じゃあ、このバトルやって終わりにします。よしよしよし。いや、でも、ロボがね、思ってた以上に、ほんと強いわ、ロボ。これ何この非人間の強さ。ね、カエルも、まあ、もともと人間だったみたいだけど、めっちゃ強かったもんね。よしよし。なんかこう、なんかロボットとの交流って私すごい好きなんだよね。なんかニアオートマタもさ、ロボットが出てくるんですけど、あれもね、かなり心に来たので。よしよしよし。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしておこうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。